チャオこんにちは、パスタマニアです。今日はアサリと白ワイン、ニンニク、パセリだけで作るボンゴレビアンコ。ローマ近郊で食べた思い出の味が気になりました。それではご視聴よろしくお願いします。これはプーリアさんの辛いやつ2個。よし、はい、じゃあ引き上げます。白ワイン。正統派というか、本当にイタリアでよく食べられているような感じのボンゴレビアンコです。そうすると麺はやっぱりちょっと太めでもちもちしてて、そこにそのアサリのエキスがすごくこう染み込んだ感じなんですよね。だからすごくまさにイタリアだなっていう感じの味でしたね。で、僕は前はアンチョビとか入れたりしたんですけども、今回やってみたら別にアンチョビなくてもいいよねっていう感じでしたね。ただ気をつけなきゃいけないのは2つあって、1つはアサリの大きさなんですよね。アサリはちっちゃいとやっぱりどうしても味がなんかこうぷっくりしないというかいまいちなんで、ちょっとやっぱ大粒のアサリを選んだ方がいいと思うんですよ。あともう1個は今日あと2つしか素材ないですよね。イタリアンパセリとニンニクだけで、イタリアンパセリは大体味は同じなんで、だからニンニクはやっぱり産地とかによってだいぶ味が変わるなと思いますね。今日は青森産の、通常のニンニクの倍ぐらい値段するようなものを使ってみましたけども、やっぱりすごく美味しかったです。というわけで、素材にすごい気をつけるということと、あと今日の作り方のようにすごいシンプルに作るということで、最後の汁もちょこっと残るぐらいかな。これあんま残ってないけど少し残るぐらいで仕上げるのがいいそうです。ボンゴレビアンコ、王道の作り方でどんなもんでしょうね。今日はアンチョビも入れてない。ああ、美味しい。ローマの近郊のホテルで食べた味を思い出しますね。もちもちのパスタ、取っておいたカリカリニンニク一緒に食べちゃう。やっぱほっこりしたニンニクうまいね。今日はスペイン産じゃなくてね、青森産のニンニクを使ったんですけど、やっぱ味が違いますね。全然違うと言っていい。ということで今日はこの辺でボンゴレビアンコを終わりたいと思います。ではまた次の動画でお目にかかりましょう。チャオチャオ。チャオ。それではまた。